ラサのポタラ宮殿街の岩に刻まれた六字真言。右は、コンゴーサッタの真言六字大民主とは、仏教のダラニの一つ。サンスクリットの六つの音説からなる、カンゼ音菩薩のダラニであり、チベット語で六文字となることから六字真言とも言う。特に、チベット仏教圏のチベットやモンゴルの仏教徒が、頻繁に唱えるダラニである。他に六字と名のつく、真言ダラニには、 文殊菩薩の六字、ダラニ、受け観音量を転居とする六字小句ダラニがある。この単字は、オンマニパドメイフーンのボン字六文字から構成される。チベット仏教では、オンマニペメフーンという、マニは、宝手、パドメイは、レンゲを意味する。このダラニには、様々な解釈がある。伊藤武氏によれば、宝手は、男性原理としての方便、レンゲは、女性原理としての般若、 風雲は呪文の完成を意味する。混合上の湯河においては、このダラには、男尊と女尊の結合に象徴される空象の悟りを示し、その場合の奉仕は、混合書で表される、男性器を暗示しているという解釈がある。六字真言の最も古い点挙は、大乗仏教の経典、カーランダビューハスートラである。観音菩薩の説話を記した、カーランダビューハは、 ネパールとチベットで観音信仰の根本経典としておもんじられる。同経典では、この名手は、シャダクシャリー・マハービディアーと称されている。観音菩薩の六字真言は、チベットの人々がしきりに唱えることで有名である。チベット語では、イゲルクパと称される。チベットには、自国が昔から観音菩薩に協計され、導かれてきた国であるという歴史観があり。 建国の王孫千安保や歴代ダライラマは観音菩薩の化身とされる。そのためチベットでは六字真言の信仰が盛んで、人々によく唱えられるほか、マニー氏と呼ばれる岩やマニ社と呼ばれるー具にも刻まれている。カーランダビュー派とその諸説である六字真言は、早くも古代王国時代に伝わっていた。そのことは、敦煌文献の中に、 チベット語の六字真言の記された写本のあることからも裏付けられる。旧世紀に編纂されたとされる、チベット語の一切行目録、デンカルマ目録にもカーランダビューハが記載されている。後世には、テルマに分類される師書マニカンブムなどで六字真言の複雑な教義が展開された。ダライラマ十四世によると、オムマニペメフムは細かく分けると、 オム・マニ・ペメフムという6つの信言で構成されている。ガライラマは、これら6つの信言は、私たちの不浄な体、言葉、思考、完全に統一された秩序と知恵の教えの道に導く、ことにより、仏陀になれるのいと説明する。オムが、私たちの不浄な体、言葉、思考。マニが宝石を意味し、秩序、慈悲、他者への思いやりなど悟りを開くための要素。 テメがレンを意味し、矛盾から救い出す知恵の本質を示す。フムが分離できないものを意味する。チベットでは、六字を六道の各道に当て、一語一語に、それぞれの罪を浄化する意味を持たせている。この教義は14世紀に表された、首書、王道を明教し、第四章にも記されている。六字真言の天教であるカーランダビューハは、北宋で、 インド出身の薬教像、天息祭によって、仏説大上層言法王行として寛役された。この信言は、同経典では、六次大民ダラにと称され、因はパチとつめにキ飛ンインと翻訳されている。この経典は、中国、日本ではあまり普及しなかった。仏説大上層本法王行では、このダラにを唱えた、再の効果が説かれている。それによると、 このダラニを唱えれば様々な災害や病気、盗賊などから完全音菩薩が守ってくれるという、ありがとうございます。